明けましておめでとうございます。奈良市の取り組みやイベントをお伝えする奈良市ニュースです。今年も奈良市の魅力を積極的に発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。1月5日に市役所で仕事始め式を行いました。仕事始め式には職員500人が参加、中川市長の訓示に耳を傾けました。過去の蓄積が大きければ大きいほど未来を見通す先も長く先々まで見通すことができる、それが奈良の一つの強みだと思いますので、世界のと冠をつけて、当たり負けをしないこの奈良の魅力をですね、ぜひ皆さんに引き出していただきたいと思います。いかにも冷たいイメージのあるその制度を作る、制度を運用するというところをいかに現場に即して人の心が、手触りが伝わるような運用するかというところにまさに寄ってる、試されているところかなというふうに思っています。何かこう硬い、冷たい、厳しい、そういうイメージの役所ではなくて、きちっともちろん筋道は立てるけれども、そこは人が運用しているというところをですね、人の強みというところをしっかりと出していけるような、そういう市役所を目指していきたいなというふうに思っております。奈良教育の日記念集会を奈良100年会館で開催しました。この集会は市民の皆さんに奈良市の教育についてより理解を深めてもらうことを目的としています。和食をテーマにした記念講演や、自分の思いを世界にをテーマに、小学生、中学生、高校生の代表によるプレゼンテーションなどがありました。自身の経験から学んだことや将来の夢など、伝えたい思いを自分の言葉で語りました。奈良市では今後も地域の教育力の向上と子どもたちの健全育成に積極的に取り組んでいきます。1月10日から1月16日までの奈良市の主な行事予定です。詳しくは奈良市ホームページおよび奈良市観光協会のホームページをご覧ください。以上、奈良市ニュースでした。奈良市ニュースは毎週金曜日に公開しています。来週もお楽しみに。